はい、えー。日本語教育世界の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、えー、JFND の TTCB コースのための、えー、第、えー、4週ですね。第4週の2本目のビデオです。このビデオでは、えー、反転事業ですること、できることについてお話をしたいと思います。えー、反転事業でできること、あるいはすることは大体この3つぐらいが多いと思いますね。 えー、まず最初はあ、まああの、知識の伝達、タスクの指示、それから文系練習、こういうことですね。はい。えー、知識の伝達のうちの一番は文系です。はい。文系を教えるときは、えー、まず場面、これとても大切ですで。特にみんなの日本語では場面がはっきりしていないので、その文系をどんなときに、どんな場面で使うのか、これは先生がはっきり言わなければいけません。あとは例文、それから意味、それから形ですね。 えー、この4つは必ず文型を、えー、教えるときに、えー、その反転授業のビデオに入れてください。えー、ちなみにこれは、えー、みんなの日本語の第2課の文型ですね。はい <laughs>、はいえー。知識の伝達のうちの2番目は新しい言葉です。えー、例えばこれは、えー、これもあの、みんなの日本語の第2課の新しい言葉のうちの一部ですね。 で、えー、こういうのを、あの、新しい言葉を、あの、教えるときには、画像、写真やイラストを見せるととてもいいです。えー、その場合は、著作権というものを、えー、気にしなければいけません。コピーライトですね。はい。で、その場合、この Pixabay とか、Pactaso、こういうウェブサイトを使うととてもいいです。特に Pactaso は日本のウェブサイトなので、えーうん、日本らしい写真を使うときにはこちらがおすすめですね。<laughs> はい。知識の伝達の三つ目は漢字です。はい。えー、漢字は、えー、例文、意味、読み方。この三つはとても大事です、えー。それから止め跳ねっていうのは、例えばこの漢字の字の一番下が、まっすぐ終わらないでちょっと右にあ、左に上がるような、そういう感じですね。それが跳ねですけど、えー、そういうのは、あの、手で書くときにはとても大事でした。この書き順もね。でも今は手で書くことはほとんどないので、えー、特に海外で日本語を教える場合は、 この二つはもう今はあまり教えない人が多いと思います。はい、最初は知識の伝達が一番目でしたね。その次はタスクの指示。タスクの指示もこの、えー、反転授業でやることのうちのとても大切なものの一つです。例えばこれはですね、えー、あの、例えば手帳っていうのはこのみんなの日本語の第二課の新しい言葉の一つですが、それをこの辞書オーグで調べてくださいとか。で、それをあの、 Google Classroom とかですね。そういうところにスクリーンショットを貼ってくださいとかですね。そういうことが、そういうものです。で、例えば、まあこんな感じになるわけですね。辞書で。この辞書 .org で手帳を調べたらこんな感じになります。はい。それから、文系練習も、あの、この反転授業のビデオでつくできることのうちの一つです。はい。 えこれは学習者の人数が多い時には特にこの反転授業が役に立ちます。えー、例えばこれは辞書です、えー、という文系練習だったら最初は聞かせるだけ。もちろん英語で説明してもいいですね。はい。えー、あちなみに、ま、この文系練習っていうのはさっき知識の <laughs> 伝達で <laughs> え文系を説明するって言いましたよね。説明した後の話です。はい。えーで 最初は聞かせるだけでもいいですね。それから、えー、繰り返しっていうのもあります。繰り返しっていうのは、先生がこれは辞書ですと言ったら、学習者もこれは辞書ですと同じように言うわけですね。えー、その次は、えー、代入練習って言いますけど、先生が辞書だけ言います。この言葉だけ言います。そしたら、えー、学習者がこれは辞書ですと文で言うパターンですね。その次に先生が新聞と言ったら、これは新聞です。 そして名詞と言ったらこれは名詞ですというふうに学習者が答えます。ただ、反転授業の動画では学習者の間違いにフィードバックすることができませんので、学習者の人数が少ないときは教室でやった方がいいです。学習者が多いとどちらにしろフィードバックできないので、それはビデオでやってしまっても構いませんね。はい。では反転授業ではできないことは何かこれは次のビデオでお話ししたいと思います。 はい。それでは今日のビデオはここまでです。そして冒険は続きます。フィルム連携。